イギリスエプソム競馬場の語ハロン棒ハロン棒とは、競馬におけるゴールまでの残り距離を示す標識のことで、ある。もともと、ハロンという言葉は、英語のファーロングから来たもので、競馬場のレーストラックの側面に1ハロンごとに、立てている棒である。ハロンの長さはイギリスではヤード法なので220ヤードイコール、1国際マイルの1、8が1ハロンであり、 メートル法に変えると1国際マイルの1、8で、正確には201.168メートルごとに、それを立てて、残りレース距離の目安にしてもらうよう設置されている。アメリカも同じく220ヤードごとのハロンボを立てている。一方フランスはメートル法の国なので200メートルごとのハロンボを設置していて、日本はフランスに習っている。東京競馬場の残り2000を表す。 ハロン棒日本の場合は、フランスと同じ9メートル方での距離を採用しているので、200メートル単位でハロン棒を設置している。また実際の距離の1、100の距離の数字を表示している競馬場があり、それらの競馬場においては例えば、8だと残り800メートル、16は1600メートルをそれぞれ意味していることとなる。なお、日本ではゴールまで残り3ハロンの地点を 三分三輪と呼ぶことがある。中央競馬では、芝コースとダートコースで波論棒の色が異なっていて、芝コースのものは赤と白で数字の表示部分は丸型、ダートのものは水色と白で数字の表示部分は四角、または三角。また、数字の表示部分は、芝コースは原則として白地に赤数字、内回りコースと外回りコースがある。新潟、中山、京都、 阪神での外回りコース用の表示と札幌、東京、中京でのポケットから周回コースに向かう走路上の表示は赤字に白数字、ダートコースは原則として白字に水色数字となっている。中央競馬ではかつてゴール板まで残り100メートルのところにも1のハロン棒が設置されていたが1993年のジャパンカップにおいて、 コタシャーンに帰場していたケントデザーも機種が残り100メートルのハロン棒をゴール板と誤認することなどがあり、1997年に全ての JRA 競馬場から撤去された。地方競馬では2013年時点でも多い、笠松に残り100メートルを示すハロン棒があり、浦和競馬場では100メートル間隔でハロン棒が立っている。廃止された福山ではさらに残り50メートルを示す。 ハロンボウもあった。阪神と新潟では芝コースは内回りと外回りで距離が異なるが内外の距離差が200メートルで割り切れるので2種類の表示を合わせて表示している。中山と京都では内回りコースのハロンボウは大きく出すが外回りコースは赤色の細いポールを立てて表示する。地方競馬の多いでは スタンド改築工事に伴う競争思考距離の変更に伴い、コース内の一部のハロン棒の表示が1.9、0.9などに書き換えられていた。現在は元に戻されている。なお、ハロン棒は単にゴールまでの距離を明示するだけでなく、各200メートルごとのラップが分かり、1200メートルの場合は最初の3ハロン、1600メートルの場合は4ハロン、 2000メートルの場合は5波論の前半の途中掲示が分かるので、そのレースの全体のペースが分かり、スタンドから見てもレース展開のポイントが判断できることになる。また、最後の上がり3波論のラップはその馬の末、足を測る重要な数字である。日本の場合はこの最後の3波論の数字を重要視するが、米国では最後の2波論の数字を重要視している。ありがとうございます。